この動画はサイクリング動画です。ほぼ景色のみが流れます。今回は特に語ることなく映像を流します。横揺れ、縦揺れがございます。気分が悪くなったら即座に退避してください。Thank you.
近畿サイクリングリライブ動画ツアーお疲れ様でした。いかがでしたか？関西のサイクリングロード巡り楽しめましたか？兵庫県からスタートして大阪の神崎川、淀川、京都木津川、奈良の奈良自転車道から国道25号線大阪に戻り、大和川ととても長く楽しめるサイクリングロードの景色を今回動画という形で紹介してみました。近畿にもこのような素晴らしいサイクリングロードがあるんですよ。過去にも同じような動画をアップしたことはありますが、今回はロードバイクでチャレンジしました。今回は奈良から大和川沿いを通って帰ってきましたが、京奈和自転車道がこの間開通したとのことなので、兵庫県寄りの大阪から和歌山まで自転車道を通して走り切ることが可能だそうで、いつの日かチャレンジしてみたいものです。もっともっとサイクリングロードを駆け巡り、今後もたくさん紹介していきたいと思います。気に入っていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。今後ともフレアチャンネルをよろしくお願いします。それではバイバイ。